今日はあの宮沢さんの作品展、その名もですね、宮沢光一作品展鉄道写真モノクロ傑作選に伺っております。まず最初の写真、これジュラ電、まあ宮沢さんといえばジュラ電ということなんですけれども、これ何年ですか？これはね、昭和22年の2月の上旬。これは浦和駅の昭和22年の姿の前景ということなんですが、うんうん、例えばこの右側の残雪が残った屋根、これ東口ですから、屋根とジュラ電というのはやっぱり印象的になりましたね。ただ、ジュラ電であることは間違いない。まあ見てる方の中にはですね、鉄道あまりお詳しくない方も多いかと思うんですけど、その今ジュラ電と我々が言っているジュラ電というのはジュラルミンでできた電車なんですね。ところがなぜジュラルミンかっていうと、これは実はその廃線後ですね、余った航空機用のジュラルミンを使って電車を作ったということなんですね。非常に珍しい、ものでございまして、私など今鉄道模型趣味という雑誌の編集長をやっておりますけれども、模型のファンの中でもですね、このジュラ電というのは非常に神格化された人気がある電車な。これは我々は夜景電という言葉を使ってたんですけども、この戦争、特に首都圏の中で戦災を受けた車両というか残骸、これをその久里浜の駅の構内、昔の軍の用地だったそうですけど、そこへ運んで放り上げたというところで、私は鉄道趣味の最初っていうのは、蒸気機関車とかそういうんではなくて国電だったもんですから、ジュラ電も含めてこれは全部商船電車の焼けたと、焼け電の残骸を取りたいということで、この頃は住んでたのは浦和ですが、久里浜まで行くのにね、半日かかりますね。それを今でも覚えてます。これね、よくよく専門的に見ますと、ここにこの小さく写ってるディーゼル機関車が、はい、これ8500という、これ米軍の機関車なんですね。そうですね、それはフィリピンで使ってたディーゼル機関車、これ日本にだから初めてではないんですけども、ディーゼル電気式機関車っていう大変有名な、当時は有名でした。まあそういったその米軍がですね、進駐してきて、こういったこれ何かって、何この帯が入ってるのかっていうと、これは進駐軍専用の列車の印なんですね。そうですね、日本が占領であったっていうことを、どうも今でも政府を含めて日本は負けたっていう言葉を使ってないんですけども、実はこれは駐留軍兵士専用車という形なんですね。ですからアメリカの軍人がアーミーが東京にいて、山手線に乗ったり京浜東北線に乗ったり、これに自由に乗れたと。で、ここにこれ実は黄色いマークなんですけど、この黄色いマークは軍属も乗っていいよと、兵隊だけじゃなくて軍属も乗っていいよ。じゃあ中はっていうと、中は実に綺麗だったと思います。我々は入れませんからわからないんですけど、後でちらっと出てきますけど、窓ガラスが全部入ってるんです、この時代に。これはもう大変珍しいことで、大体木の窓が有名であるんです。後で多分出てくると思うんですけど、そういう意味では駐留軍。これはもう全室、専用車 で、ね、アライドフォーセスカーって書いてますね。こっちはアライドフォーセスセクション、これは半分。そうね、これいろいろな言葉がありましてね、最初は US アーミー、じゃあその次にアライドフォーセス、それで半室と全室とか、まあで関東と関西ではこの幅が違ってたり、まあ鉄道ファンっていうのは当時はそういうものでしたね。カメラもあれですね、当時はオキパイドジャパン、オキパイドジャパン、エイディングオキパイドジャパンってのがありましたですね。こちらはじゃあ次見ますけれども、これはね、なかなかショッキングな写真でして、高速試験の写真。今の東海道新幹線は戦時中に企画をされた弾丸列車の延長ということで一般的に言われてますけど、本来の技術屋さんは昭和24年にすでに120キロを普
通のこのレールの幅で出せるだろうか。断面列車は幅が広いんですけども、これは普通のサイズのレールで120キロを出せるかという、そういうプロジェクトを出して、それを三島と沼津の間でやるという、そういう試験でございます。だからこの写真は、まあ、あの写真というかむしろ鉄道趣味になっちゃうんですけど、120キロを走る架線の上に矢倉でもって乗ってるとか、ね、もう一つ東海道本線がこんなに細い架線であると、今東海道線、山手線だってこんな細いのは危なくて使えませんといったようなものが今ここで分かるのと、それからすでに私も鉄道ファンでね、そんなに気が利いてたと思うのはキロポストなんですよね。 124.5 キロのキロポスト、東京駅点 124.5 キロの地点だった、ね、よく分かりますね。沼津に向かって直線の下り勾配線分のあれは自由だったと思うんですけどね。とにかくやっぱり我々の世代にしてみると、この昭和23年にそのまあ廃線、まだ廃線のもう大変の混乱の中ですよね、その中にもうすでにその高速試験を始めてたっていうのは驚きですよね。今から考えるとね、しかもこの中にあの名取さんに ある程度なんだろうな、同意をいただいたことはあるんですけど、この後ろの車両は木造車両、木造の試験車が後ろにつながってて、木造で120キロっていうことは、まあちょっと考えられない。でなおかつそこに乗ってしまったというというエピソードがいっぱいある初期の頃の写真で、はい、そこで使っているあの電車は大阪の電車で、当時で若い者の憧れがこれでございます。これは同じ電車なんですけれどもね、でこれを整備して窓ガラスを全部きれいにしてお目見えした第一編成と、まあ第一というわけじゃないんですけど、要するに復興整備車という形になって、で焼ける前の京都駅なんかもまあ偶然入ってたと。でこの同じ時の1年前、これの1年前がこれなんです。で先ほど申し上げたようにこれ全部、まあ、これ木です、板ですね、板張ってある、板が張ってあってガラスではないと。これはカメラはこれはね、実はベビーパールっていう、小西郎君のカメラで、フィルムは127、ベスト版っていうんですけど、当然その頃そんなフィルム売ってません。だから、ライカフィルムを自分で暗室で巻いて、そして真っ黒くした、もう完全な密閉したあのカメラを音で巻くんです。爪で7つ音がしたら1枚。それで撮るわけです。ですからカメラに1回入れたら暗室でなきゃ出せないわけですけど、中学生が写真屋も知るわけじゃないし、行って14枚ぐらい撮ったらもう東京に帰ってこない。そのうちの1枚、宮原電車区というところです。でこれがいわゆる戦争中の電車の名残ということになります。もう中美軍専用車はだから高級車ですね。でこの2枚は、これは宮沢さんの郷里といいますか、ふるさと、懐かしいこの写真で。私の父がね、あの直江津というところから、一つ離れた黒井という駅から、まあ、裏河原というところまで走っている久引鉄道の沿線の写真なんですけれども、私の父親が一番可愛がっていた妹が、たまたまこの沿線のお寺のお坊さんのところを見に行って、で従って私はこの久引鉄道は鉄道写真を撮るんではなくて、そこへ会いに行くために使った鉄道ということで、これはあの名取さんからも ご指摘いただいて、あそうだったかと思うんですけど、この機関車がやっぱりこの久引鉄道では名物で、もう今このすぐ後にディーゼル機関車に変わってしまったものです。それが走ってる姿だと。そうなんですね、このコッペルという機関車なんですけれども、まあ、あの模型にもなっていて非常に有名な機関車なんですが、実はその2号機が有名なんで、これ1号機なんですね。この1号機の現役時代の写真っていうのはまず極めてレアなんですね。でなおかつこの時代を反映してね、こんな、まあ、田舎っちゃ失礼ですけど、ところにまでこの英文表記の踏切があると、クロージングなんてアメリカ軍の標識ですからね、うん、これはその私が初めて自分で買ったミニオン35って、あの
今回展示もさせていただいてますけど、そのカメラで撮ったレンズでの描写と。ですから当時はこう角が丸いんですね。それでもう見ればわかるという。でまあそういう戦後の中でですね、この辺からだいぶ年を取って、だんだんこの昭和30年代に入ってくるわけですけれども、ここはまあお召し列車ですよね。今までこそお召し列車っていうのは一種のスターでございますね。でそのお召し列車の写真を撮るっていうこと自身はまだこの時代はほとんど一般、鉄道ファンとしても一般化してない、走るとしてああそうかぐらいな。でこの場所はもうちょっと行ったところが横田基地の滑走路の北側の延滞号の今でもこう潜るとその辺りで非常に印象的な雰囲気でしたね。これは撮ったの多分ライカでしょって。なんかあれですね、待ってる人々も、はい、意外とこの緊張感が楽いやこれは実は多分あそうか来る前だ、これは来る前だ、ね、やっぱり戦前とはもう全く打って変わって。そうですね、で大事なことは多分出てくると思うんですけど、鉄道っていうのは世の中を走ってる一つのツールですから、その周りの存在っていうのはすごく大事ですよね。例えば神社仏閣であったり建物であったり、そうすると風俗っていうのもものすごく大事なんで、お召し列車というイベントをただ見過ごすだけでは、実は私も大失敗をしているのは天皇の乗った自動車を撮ってないんです。ごくわずかしか撮ってません。2回ぐらいしか撮ってないんですけど、例えば天皇が乗る自動車も撮っておけばよかったかなっていうのの反省もこれにはございます。でここからがですね、ダーッとちょっとパンして見ていただけますか。宮沢さんの真骨頂というべき東京の今昔ですね。この日になりますともう完全な昭和、しかも戦後ではないそういう時代になりまして、これは今でいうと新宿のバスタのあたりから望遠レンズで撮るとこういうふうになるわけです。この2つのガソリンスタンドではない、ガソリンタンクが有名です。でこの辺からずっと京王線が地下へ入る。で、これは地下鉄ですよね。その地下鉄があって、渋谷の文化会館ができて、で、銀座の方へ来ると、歌舞伎座の前がまだ完全舗装ではないという、ここに服部が見えるといったような、そういう時代の、まあ、あ、これは服部時計ですね。そうそうそう。アーリー銀座かな。まあそういうわけだったり、この辺来ると趣味的なんです。70系という中央線の新しい電車が東京駅へ入ってくるっていうのはこの頃は珍しかったんで、待ってたという印象があります。松坂屋の屋上から、これは上野駅ですからね、これ 何ができてるか私は知りませんけど、これはもう台東区ですから隅田川のあたりじゃないかと思うんです。これは50ミリレンズですけども、これがアメ横はここだと思う。この横、この道で25年12月で、はい、5年でもうほぼこのあれですね、建物はできてるんですね。すごいパワーですよね。そうですね、これがだから上の国立、博物館、まあ取っておけばこうなるよという一つの例だと思います。赤羽と東十条、この当時は下十条と言いますが、下十条の間をこう線路の赤羽から歩いて、これはこちらが赤羽駅ですね。そうです。で、これが東北線がこうなってて、これが赤羽線で、まあ今これがですね、東十条。そうですね。で、ここにごちゃごちゃなんたら機関車がいっぱい置いてある。じゃあ行ってみようって言って、何枚か撮ったうちの一番なんですけど。これ、鳥さんに これはね、我々、趣味の関係者にとっては、特に模型が好きな人間にとっては非常に面白い写真でしてね、例えば機関車が何台いるかというと 1,2,3 だけじゃないんですね。ここにいるんですね、小さいのがね、4、それとなおかつもっと見るとここにいるんですよ。だから 1,2,3,4,5 台機関車が見える。でなおかつここにそのこれ機動車ですけれども、ガソリンの機動車なんですけども、
ここに変なものがついてる。これはね、大容燃料装置という装置で、戦時中のその木炭なり新炭なりの大容燃料の装置がついてるのがまだここにいるっていう、これ非常にね、まあ、バスがそうでした。この下のやつは、これはあの懐かしいこの都営住宅、都営住宅というか、なんですか、復興住宅、復興住宅ということでしょう。これは常磐線で、こっちがあの荒川の方ですから、千住の方ですね。もう今、総武線が走ってるわけです。ここはあの東武線の築堤の上で、ここでこうクロスしていくんですけど、問題は、やはりこういうのに、うん、今でも偉いな、俺は撮ってあったなっていう感じの写真になります ね、 すね、これはあの皆さんもぜひ地方へ参られた時には忘れちゃいけない。とかくやはりあの我々マニアックな世界ですと、線路端に乗ってこの電車だけをアップで撮っちゃうんですね。こうに引いてこの建物まで入れるっていうのはやはりね、根っこは今でもそうです。皆さん見ていきいただきたかったうちの一枚がこれなんです。で、先ほどのあのモア52の120キロ試験、あれもそうなんですけど、これ富士通なんですよね。で、これ身延線なんです。で、身延線というのはこういう格好で富士山に近づくわけじゃないんです。で、当時はこっちからですね、今はもう逆なんですよ。で、問題はこの車両なんです。あの、どこの本にも載っていないけど、建築図には載っている。で、有名なモハ63という大変超有名な電車の一つ形式前っていうのはどこにも発表されていない。それで何なんだろう、その一つ前に行くと61、モハ61っていうんで、これはもう横須賀線にも入ってましたから、赤羽線にも。したがって誰もって国電ファンなら知ってるんですけど、この電車だけは国電ファンでも知ってても見たことない。じゃあ見に行こうっていうんで、私はわざわざ富士電車区という富士まで行った時の一枚。しかもこれあの3両あるんですけど、そのうちのそんな長いこと言われない日帰りですから、浦和から富士まで滞留時間が1時間半ぐらい、帰る間に1本だけ甲府行きの電車が行ってるのが分かったんで、もう走っててこのトウモロコシ畑の前で待って、やっと撮りましたと。これはやっと撮ったということであって、よく撮れた写真ではない。しかもこれミニオン35ですから、3枚玉で、まあなんとかここまで来た。ただこれはあのこの写真展の一つの特徴ですけれども、あのバライタ紙を使って大変あの素晴らしいモノクロの写真技術であの構成されている写真展。したがってあのネガがどんなに悪くても、あの私の新しいそのデジタル変換はしないでほしいと。で、そのままでやってもらいたいというお願いをして、そのお願いが叶った。これはもう貴重な一枚と自分では思っている。要するにこのモノクロ写真の場合はカラーと同じですけど、黒にも色がある、黒にも体調があるということがしっかりしていないと、この車両の全面は出てこないんです。 そういうちょっと長くお話をしたい車両が、写真がこれです。ここからはもう一連のその蒸気機関車作品がどーっと出てくるわけですけれども、はい、撮影するものにとっての印象的なのはこの一枚ですね。これはあの仙台から東京に来る普通の普通列車です。単なるで、みんなが好きな C62 であることも間違いないんですけど、ここは原子力発電所で汚染地帯で、今は線路の形も場所も全部違うんです。ここをこうちょっとだけ登り勾配があるのかな、あのここで写真を撮られる方っていうのはあまり見ませんでした。それなんかは1月2日にわざわざこれ善光寺参りで走る特別の臨時 のオール2等車っていう、こちらあの、まあ、お正月輪の一つであります。あの機関車が2両あるという、この場所はあ、まあ、今ならいっぱい皆さんいるでしょうけど、この頃私一人でした。富士製鉄の釜石ですね。これあの、うん、どうしても船と機関車を一緒に撮りたい、そういうのがありまして、撮れるところは昔は横浜港に行きますと C56 とあの大きな船と撮れないことはないんですけど、ね、
こういうその生々しいのが撮りたくて特別にお願いをしてガントリークレーンの台の真ん中まで乗せてもらった。もうほとんど今はないんですけど坊ちゃん列車です。昭和28年の松山の風景ということで、実は宮沢さんの写真というのは切手になってるんですね。それはこちらですね。たまたまお話がありましてね、3種類を使っていただいたということになりますけど、もう一つは北海道の移動会社ですけど、これがやはり私は気に入った会社でしょうね。これになるんですけど、これは新幹線と蒸気機関車で、これは蒸気機関車のブームの、まあ、一番もう盛り真っ盛りの映画、高林洋一さんのね、素晴らしい蒸気機関車、ね、有名ですよね、これ。そうですね、何度か僕は 2,3 度見に行って、でこれで大体私のワンクールということになりましょうか。会場の中央にこのカメラと本なんかも並べてありますけど、はい、カメラはこれみんな、はい、宮沢さんが実際にお使いになったもの。はい、全部。はい、このベビーパールという、これにライカフィルムを入れて使ったベビーパールで、これが私のミニ430号ですね、はい、先ほどから何回も出てくる。なんといってもこれが世界で一番いいカメラです。要するにミニ435という東京工学が作った陸軍の光学兵器を作るのを専用でできた会社が東京工学ですから、これを大事に使ってて、それと並行して使ったのがここにあるレチナというんです。だからこのライカとこのミニ435は私のお宝と。この戦後直後からのですね、雑誌、それから同人誌、セントラリーとか、これはアルバンクリクレスバンクの、これが終戦後初めて我々のファンの中に出た交通科学研究会の機関誌の1号。したがってこういうものから我々は知識を得て、これ何だと思います。京阪の線型ですよ。京阪電車の線型を東京の機関誌にトップで2人番で書いて、まあ、こういった形でですね、まあ、カメラなり、雑誌なり同人誌なり、日本の鉄道趣味っていうものをずっと見続けてきた宮沢さんにとって、今の鉄道ってどうご覧になってます、うん、私は鉄道を始めた時は世の中が荒廃して、鉄道の趣味の対象ということ自身がすでに世の中では分からなかった。その時代に始めた。なんでやったかというと、自分のためにやった。自分で自分が撮っておきたい、自分で自分が見てほしい、それを自分で撮ってた。鉄道写真というのは早くたくさん撮ったから、珍しいものを撮ったからってそれがいいとか悪いじゃない。要するに自分で納得するものを、まああまり世間に迷惑にならないように撮るというのが今のルール、あるいはマナー、あるいは哲学じゃないかな、そういうふうに思います。図録という非常にこの立派な図録がですね、会場で発売されております、税込み1000円でございまして、なおかつこれ通信販売も行っているそうなんですね。まあこういった状況ですんで、なかなかこの会場まで来られないという方も多いかと思います。ぜひ図録だけでもね、皆さん見ていただいて、このビデオとともにですね、宮沢さんの思いをご理解いただけたらと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。